で、これね、なんでダメなんかっていうのをご説明していこうと思います。ちょっと今日買ってみたんですよ。こんなしてやってもブレへんし。はい、どうもこんにちは、ポコロンです。ご視聴いただきましてありがとうございます。今日の動画はアイラインって皆さんどんな風に引いてらっしゃいますか？これもね、お一人お一人の目の形とか、あと二重幅、お顔のパーツのなんかこうバランスによって、こうどういったラインが最適かっていうのが決まるので、なかなかこう一概にこれがいいよっていうのを言いにくいんですけども、基本のパターンっていうのと、あと、こうあんまりおすすめできないなっていう引き方っていうのもあるので、そちらをご紹介していこうと思います。まずは基礎なんですけども、アイライナーの引き方、使い方ですね。目にこうアイラインを引くときに、こうやってこう立てて引いたりとか、まつげの間とか埋めるときはこう立てて引いたらいいんですけど、で目尻のラインを引くときとかに先っちょでこちょこちょこちょって引いてらっしゃる方も多いと思うんですけど、まあなかなかちょっとブレちゃったりとかガタガタなっちゃったりとか失敗することっていうのも割とあると思うんですよ。まあ私も未だにあるんでね、こう失敗しにくい引き方っていうのがありまして、まあおすすめなやり方なんですけど、ここのラインがこう入ってるじゃないですか。なのでこう引きます。こうやるとさ、なんかこう最後の力の入れ具合次第でピューンってなりすぎたりとかなんかいろいろしちゃうと思うんですよ。なのでアイラインがこう引きにくいとかちょっとブレちゃうねんっていう人は一回これでお試しいただいたらと思います。詳しくはこの動画の次にアイメイクのやり方っていう動画を、ここだけなんですけどね、実際メイクしてみてる動画をまた出しますので、そちらよろしければご覧ください。ちょっと NG やなっていうラインなんですけど、こういうラインです。まあよくありますよね。でこれね、なんでダメなんかっていうのをご説明していこうと思います。まず目っていうのは若干どこかしらに抜け感を作っておかないと、こう目がちっちゃく逆に見えちゃうんですよね。私まあ濃いからあんまりちょっと説得力っていうのがねあんまないんですけどまあ元々目が大きくって別にちっちゃく見ても構わないっていう感じの方はいいと思うんですよ。なので海外の方はこういうラインの引き方で問題ないと思うんですけど、目ちっちゃく見てもいいわっていう方はそんなにいらっしゃらないと思うので、どっちかというと大きく見せたいっていう方が多いと思うので、ここからここまでっていうのをグイッとこう上にね引いてしまうと、どうしてもここのラインだけが強調されてしまって目自体っていうのはそんなに大きく見えなかったりすることが多いです。メイクっていうのは強調したい部分っていうのは書き足すっていうのが基本だと思うので、一本ボワって引いてしまうっていうのは、これがまあ細かったとしてもね、ゴージャスなメイクであるとかハーフメイク、つけまをつけるようなメイクをされない方はこっからここまでっていうのはあんまりおすすめしないです。あとね、なんでこう一本引くのが良くないかというと、よくありがちなのがこんな感じ。ちょっとね、画質がよろしくないんですけどごめんなさいね。まあ私も43なんですけど、こうだんだんね年食ってくるとまつげがスカスカになったりだとか、人によってはこう目が奥目になっていって、そうするとこう目自体は開くんですよ。開くんですけど、まつげの下のこの粘膜部分っていうのがすごい目立ってきちゃうんですね。年を取ることで黒目自体はこう、今私から燃えてるからあれですけど、割とねぼやっとしてくるんですよ。そうすると上はパッキリライン、まつげもパーン上がってて、でもパカーってそことは分けるかのようなインラインの白いラインが入って、その下にどんよりした黒目っていう感じの、こんな感じになっちゃうんですよ。割とこのパターンよくあるんですけども、で本当だったらメイクって黒目と上のラインってこうつなげた方がいいんですよね。間に白い線が、粘膜のラインが入ってしまうし、でさらにその粘膜を強調するみたいなラインがこうこっからここまでのラインっていう形になってしまうので、あんまりやっぱりこうおすすめはできないです。ではどんなラインを引いたらいいのかというと、おすすめとしてはですね、目の一番高いところから目尻にかけて、ここの目の半分だけですね、こっからこっちだけラインを引くっていうのをおすすめしています。でやっぱりね、こうまつげがスカスカになったりとかもうみんなあると思うんですよ。なのでまつげのその間っていうのは埋めた方ができればいいし、粘膜についてはこのね、まあここね、まつげの要は生え際の内側のところですね。でこの粘膜については埋めるの嫌やっていう方もいらっしゃると思うんですけど、要は上にラインを引くよりもインラインで埋めてあげる、それで目力を増すっていう形の方が私はおすすめです。この
数を使って皆さんがお好みのラインはどのタイプか考えていきましょう。ノーマルなラインですね。こちら先ほどの画像なんですけども、ノーマルなタイプのラインを引くとこうなります。こう目の形に沿ったナチュラルなラインですね。はい、こちらの方が今度は垂れ目ラインにしてみるとこんな感じになります。ラインは跳ね上げることなく目の形に沿って先ほどより少し長めに描いています。可愛らしい印象になりますよね。はい、またまたこちらの方が今度は涼しげなラインを引いてみましょう。するとこうなります。先ほどよりちょっと活発なイメージになりますよね。こう甘くなりすぎない感じです。ちなみに私はこういう感じのラインを引いています。皆さんはどのタイプのラインがお好みですか？私はね、目のこう内側が高くって外側が細いんですよ。なのでこうちょっと浮かすみたいな感じで3つ目の涼しげラインっていうラインを引いています。今度またね、アイライン何が崩れにくいのかっていう動画をまた出そうとは思うんですけど、これねちょっと今日買ってみたんですよ。アイメイクの次の動画で使ってみたんですけど、不老不死モテライナーブラックってやつなんですけど、これね例えばここを描いてるじゃないですか。でまあこうやったら普通ブレるでしょ。でも全然ブレへんし、こんなしてやってもブレへんし、ここもちろんついてないね。ほんでまあティッシュで取りますやん。ほんならね、わかります？ポロポロ取れるんですよ。ほらほら、すっげーこすってるけどね、めっちゃ上がってきた。だからブレんとポロポロ取れる感じなんですよ、ティッシュでやっても。なのでね、いない描くときにパンダ目になるのが嫌だっていう方は一度試されてみてはどうでしょうか。これはでもなかなか良かったなと思います。今まではケイトのジェルアイライナーをずっと使ってたんですけど、私ラインが太いんですよ。めっちゃ太く描いてんの、これボワーって太く、またアイメイク編で見てくださいね。めっちゃ太いんですけど、で太く描くとラインがテカっちゃうんですよね。でそれがちょっと嫌で他のライナーを買ってみたんですけど、これまあなかなかで、まあちょっとしばらく使ってみてからこうアイライナーいろいろ買ってみてどれがブレにくいかみたいな動画もまた出していこうかなと思います。この動画の前に私二重テープで二重作ってるんですけど、それを実際作ってみてる動画も出してます。こちらがアイラインこんな感じに引いた方がいいんじゃないかなっていう動画でして、で次がアイメイク編。こちらは実際アイメイクしてみている感じを撮ってますんで、アイメイク三部作みたいな感じになります。そちらもよろしければまたご覧くださいね。アイラインなんですけど、人によってはねこう細く入れた方が似合うとか、まあいろいろあると思うんですよ。で私はもうあからさまに濃いしね、若い方は逆に何でもいいかもしれない。若ければ何でもねこうしっくりくるっていう時あるんですよ。若い時はそこまで気使わんでも普通にしてるだけですごいしっくりくるし、お化粧もそんな濃くしなくてもいいし、むしろ薄い方が可愛いしみたいな。まあ私の場合ね、もう20代からねもうこんな感じでしたけどね、言うて。まあね、でもお若い方とかもね、インラインっていうのはまあちょっとパンダ目になっちゃったりとか、そういうのが気になってできないっていう方とかもいらっしゃると思うんですけど、まあどのラインまで変えたら、私の場合もう年季が入っとるので、当時と化粧の仕方はそりゃ変わりましたけども、インラインに関しては割ともう十何年入れてるんちゃうかな。どこまで変えたら下まぶたにつくのかっていうのがちょっともう年季が入ってるので、自分の癖みたいなのが分かってるんですよ。そんな目のキワキワまでは塗らずに、まつ毛の根元をメインみたいな感じでブワって下から塗ってるんですけど、そうすると私の場合は下まぶたにはつかないです。やっぱりこうお年紙した方っていうのがこうグワーっていうこのアイラインね引いちゃうと、やっぱりこのインラインが何回も言いますけども、ここの白いところが目立って目がどんより見えてしまうっていう現象がね割と起こりやすい。で私ももうまつげスカスカなんでめっちゃ埋めてますし、ここのインラインがもう真っ白でパーンってもうパーンって目立つみたいなメイクはあまりおすすめできないですね。やっぱりそこっていうのは黒目とこう上のラインっていうのはつなげてあげた方が絶対にお綺麗になると思うので、工夫してやってみていただけたらなと思います。はい、アイライン編の動画いかがだったでしょうか。
なんかね、人それぞれあるとは思うんですけども、インラインね、インライン嫌な方いると思うんですけど、まあ、人それぞれいろんな弾き方はあると思うんですけど、今回はおすすめでこういうのどうですかっていうのを動画にしたくって、これだけでちょっと1本で動画作らさせていただきました。次はアイメイクの動画出しまして、その次が雑誌開封かな、その次がまた美容動画になると思うんですけど、こう交互かそんな感じで出していこうかなと思っております。チャンネル登録と高評価いただけましたら大変動画を作る糧になりますので、よろしければお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。